私のミスでした。私の選択、そしてそれによって招かれたこの全ての状況。結局、この結果にたどり着いて初めて、あなたの方が正しかったことを悟るだなんて。今さらずうずうしいですが、お願いします。先生、きっと私の話は忘れてしまうでしょうが、それでも構いません。何も思い出せなくても、おそらくあなたは同じ状況で同じ選択をされるでしょうから。ですから、大事なのは経験ではなく選択。あなたにしかできない選択の数々。ものについて話したことがありましたね。あの時の私には分かりませんでしたが、今なら理解できます。大人としての責任と義務、そしてその延長線上にあったあなたの選択、それが意味する心ばいも。ですから先生、私が信じられる大人であるあなたになら、このねじれて歪んだ先の終着点とはまた別の結果を、そこへつながる選択肢はきっと見つかるはずです。だから先生、どうか先生、起きてください。先生。少々待っていてくださいと言いましたのに、お疲れだったみたいですね。なかなか起きないほど熟睡されるとは。夢でも見られていたようですね。ちゃんと目を覚まして集中してください。もう一度改めて今の状況をお伝えします。私は七神凛、学園都市キボトスの連邦生徒会所属の幹部です。そしてあなたはおそらく私たちがここに呼び出した先生のようですが、推測系でお話ししたのは、私も先生がここに来た経緯を詳しく知らないからです。混乱されてますよね。わかります。こんな状況になってしまったこと、遺憾に思います。でも今はとりあえず私についてきてください。どうしても先生にやっていただかなくてはいけないことがあります。学園都市の命運をかけた大事なことということにしておきましょう。キボトスへようこそ、先生。キボトスは数千の学園が集まってできている巨大な学園都市です。これから先生が働くところでもあります。きっと先生がいらっしゃったところとはいろいろなことが違っていて、最初は慣れるのに苦労するかもしれませんが、でも先生なら
それほど心配しなくてもいいでしょう。あの連邦生徒会長がお選びになった方ですからね。それは後でゆっくり説明することにして。ちょっと待って、大工見つけた。待ってたわよ、連邦生徒会長を呼んできて。ん？隣の大人の方は？主席行政官、お待ちしておりました。連邦生徒会長に会いに来ました。風紀委員長が今の状況について納得のいく回答を要求されています。ああ、面倒な人たちに捕まってしまいましたね。こんにちは。各学園からわざわざここまで訪問してくださった生徒会、風紀委員会、その他時間を持て余している皆さん、こんな暇そう、大事な方々がここを訪ねてきた理由はよくわかっています。今学園都市に起きている混乱の責任を問うためにでしょ。そこまでわかってるなら何とかしなさいよ。連邦生徒会なんでしょ。数千もの学園自治区がこんなに陥ってるのよ。この前なんかうちの学校の風力発電所がシャットダウンしたんだから。連邦矯正局で停学中の生徒たちについて一部が脱出したという情報もありました。スケバンのような不良たちが登校中のうちの生徒たちを襲う頻度も最近急激に高くなりました。治安の維持が難しくなっています。戦車やヘリコプターなど出どころのわからない武器の不法流通も 2000% 以上増加しました。これでは正常な学園生活に支障が生じてしまいます。こんな状況で連邦生徒会長は何をしているの？どうして何週間も姿を見せないの？今すぐ会わせて。連邦生徒会長は今席におりません。正直に言いますと行方不明になりました。え？やはりあの噂は。結論から言うと、サンクトゥムタワーの最終管理者がいなくなったため、今の連邦生徒会は行政制御権を失った状態です。認証を迂回できる方法を探していましたが、先ほどまでそのような方法は見つかっていませんでした。それでは今は方法があるということですか、主席行政官。はい、この先生こそがフィクサーになってくれるはずです。この方が。ちょっと待って、そういえばこの先生は一体どなた？どうしてここにいるの？キボトスではないところから来た方のようですが、先生だったのですね。はい、こちらの先生はこれからキボトスの先生として働く方であり、連邦生徒会長が特別に指名した人物です。行方不明になった連邦生徒会長が指名？ますますこんがらがってきたじゃないの。こんにちは先生。私はミレニアムサイエンススクールの、いや挨拶なんて今はどうでもよくて。そのうるさい方は気にしなくていいです。続けますと。誰がうるさいって？私は早瀬優子。覚えておいてください、先生。先生はもともと連邦生徒会長が立ち上げたある部活の担当顧問としてこちらに来ることになりました。
連邦捜査部シャーレ、単なる部活ではなく一種の超法規的機関、連邦組織のためキボトスに存在する全ての学園の生徒たちを制限なく加入させることすらも可能で、各学園の自治区で制約なしに戦闘活動を行うことも可能です。なぜこれだけの権限を持つ機関を連邦生徒会長が作ったのかは分かりませんが、シャーレの部室はここから約30キロ離れた外郭地区にあります。今はほとんど何もない建物ですが、連邦生徒会長の命令でそこの地下にとあるものを持ち込んでいます。先生をそこにお連れしなければなりません。桃花、シャーレの部室に直行するヘリが必要なんだけど。シャーレの部室？ああ、外郭地区の？そこ今大騒ぎだけど。大騒ぎ？強制局を脱出した停学中の生徒が騒ぎを起こしたの。そこは今戦場になってるよ。連邦生徒会に恨みを抱いて、地域の不良たちを先頭に周りを焼け野原にしてるみたいなの。巡航戦車までどっかから手に入れてきたみたいだよ。それでどうやら連邦生徒会所有のシャーレの建物を占拠しようとしてるらしいの。まるでそこに何か大事なものでもあるみたいな動きだけど。まあでも、もうとっくにめちゃくちゃな場所なんだから、別に大したことな。あ、先輩、お昼ご飯のデリバリーが来たから、また連絡するね。大丈夫です。少々問題が発生しましたが、大したことではありません。何？どうして私たちを見つめてるの？ちょうどここに各学園を代表する立派で暇そうな方々がいるので、私は心強いです。え？キボトスの正常化のために暇を持て余した皆さんの力が今切実に必要です。行きましょう。ちょっと待って、どこに行くのよ。私たちが不良たちと戦わなきゃいけないの？サンクトゥムタワーの制御権を取り戻すためには、あの物質の奪還が必要ですから。それは聞いたけど、私これでもうちの学校では生徒会に所属しててそれなりの扱いなんだけど。なんで私が。いった、痛いってば。あいつら違法 JHP 弾を使ってるじゃない。伏せてください、ユーカ。それにフォローポイント弾は違法指定されてはいません。うちの学校ではこれから違法になるの。傷跡が残るでしょ。今は先生が一緒なので、その点に気をつけましょう。先生を守ることが最優先。あの建物の奪還はその次です。ハスミさんの言う通りです。先生はキボトスではないところから来た方ですので、私たちとは違って弾丸一つでも命の危機にさらされる可能性があります。その点ご注意を。分かってるわ。先生は戦場に出ないでください。私たちが戦ってる間はこの安全な場所にいてくださいね。戦術指揮をされるんですか？まあ先生ですし。
わかりました。これより先生の指揮に従います。生徒が先生の言葉に従うのは自然なことですね。よろしくお願いします。よし、じゃあ行ってみましょうか。計算は完璧。落ち着いていこう。地点へ移動しましょう。まずスキルカードシステムについてご説明いたします。戦闘に参加する生徒たちは EX スキルカードを1枚ずつ持っています。そのうち3枚のスキルカードがランダムにドローされます。そして好きなカードをタッチするとスキルが使えます。スキルを使うためにはその分のコストが必要ですが、コストは自動的にチャージされていき、ゲージに表示されます。無駄よ。前方に敵が集まっているのが見えますね。鈴見さんのスキルは集まっている敵に使うと効果的ですので使ってみましょう。スキルカードをタッチした後に集まっている敵を選択してください。天罰の光を。クリア。まだ終わらないわよ。行くわよ。ではユーカさんのスキルを使ってみましょうか。ユーカさんのスキルは自分自身を強化するタイプですので、スキルカードをタッ、現在の状況と条件、よし、これは勝ちね。パトロールを終了し